ビッグボックスは1974年5月5日にオープンした西武鉄道が所有している商業ビル。ビッグボックス高田の馬場とビッグボックス東山との二棟がある。ただし、両者は若干構成が違う。ボーリング、スイミングプール、テニスなどのスポーツ施設が充実しており、他にレストラン、カラオケ、書店などがテナントで入っている。 設計は建築家の黒川希少。一階正面玄関前に、戸塚警察署が管理する高田の場場駅前交番が併設されている。走る人が壁面に大きく描かれていてよく目立つことで、集合の目印となっており、総大生のコンパの待ち合わせ場所によく使われていた。しかし、完成から30年以上経過していて老朽化が見られることから、 2007年6月1日から10月にかけて改修工事を行い、同年10月19日午前10時に再オープンとなった。色もそれまでの赤から青を基調とした外観に大きく変更された。また、調布駅北口構内そばのものと同様、交番は女性の安全相談所などと謳っていたことがある。2013年度に1から2回店舗の改修を行い、 同年10月7日に、エミオ高田のババ、スタイルマイナスとして、リニューアルオープンしている。出店している店舗のレジの大半は、パスモやスイカなどの交通系、IC カードに対応している。営業時間、1.2回ショップ、月度10時21時、日祝10時20時、山手線、西武新宿線、東京メトロ東西線、高田のババ駅駅前、バスロータリー正面。 ビッグボックス東山と地図1998年7月15日にオープン。テナントで、カーサ、セガワールドなどが入っている。スポーツ施設として、屋内テニスコートボウリング場、スケートリンクなどがあり、ボウリング場では2015年の全日本女子、プロボウリング選手権大会が開催された。西部ハイジマ線東山都市駅駅前、徒歩約1分。 ありがとうございます。